リスク、危険軽減、回復力、適応の関係を説明する図気候変動適応策とは地球温暖化の影響による変化に対する対応策である。気候変動に関する政府間パネルでは適応を実際にもしくは想定される気候変動の影響に対する調整のプロセスと定義している。適応は人間社会のシステムにおいて被害を緩和したり、 回避したり、有益な機会を追求する。一部の自然システムでは、人間の介入により予想される気候と、その影響への調整が容易になる場合がある。この調整には、インフラ、農業、教育など多くの分野が含まれる。仮に比較的早くに、温室効果ガス排出量の削減を実現できたとしても、地球温暖化による影響は、 過去の影響による遅れ時間を含んでいるため、長年続く。このため、長期的に気候の変化に適応する必要がある。適応行動は、全身的適応、または、変容的適応のいずれかとみなすことができる。適応の必要性は地域によって異なり、環境への影響に対する、感受性と脆弱性に応じて変化する。特に、発展途上国では、 地球温暖化の影響の矢面に立たされる可能性が高いため適応策が必要である。人間の適応能力は様々な地域や人口に不均等に配分されているため一般に開発途上国では適応能力が低くなっている。適応能力は社会的並びに経済的発展と密接に関連している。気候変動への適応の経済的な費用は 今後数十年にわたって年間数十億ドルかかる可能性が高い。しかし、正確な金額は不明である。適応の課題は、気候変動の規模の増大とともに成長する。温室効果ガス排出の削減、またはこれらのガスの大気からの除去の強化もっとも、効果的な気候変動の緩和さえ、さらなる気候変動の影響を妨げず、適応の必要性は避けられない。しかし、 気候変動は産後症などの一部の自然生態系が適応するには大きすぎる場合がある。他の人々は気候適応プログラムが既存の開発プログラムに干渉し、それにより脆弱なグループに意図しない結果をもたらす可能性を懸念している。緩和されていない気候変動の経済的なラビに社会的コストは非常に高くなる。 地球温暖化が環境及び文明に対して与えると予測される影響は莫大で多様であり主な影響は世界的な平均気温の上昇である2013年現在アップデート平均表面温度は今世紀の終わりまでにさらに0.3摂取4.8度上昇する可能性があるこのことは降水パターンの変化海面上昇農業のパターンの変化 異常気象の増加、熱帯病の範囲の拡大、新たな海上貿易ルートの開設の必要など、様々な二次的影響を引き起こす。潜在的な影響には、1990年から2100年の間に約110から770ミ、mm、リメートルの海面上昇、農業への影響、熱炎循環の減速、オゾン層の減少、極端気象の増加、海洋酸性化、 マラリアやデング熱などの熱帯病の蔓延などが含まれる。想定される影響と近年の見解については、IPCC 第5次評価報告書作業部会、通において要約され報告された。地球温暖化の影響に対する適応策は、米国南西部やインドモンスーンなどにおいて、頻度と強度が増加すると予測される現象の持つ、不確実性によって不利な状況に立たされる。 国連気候変動枠組み条約の第11条において発展途上定約国の適応を支援するための資金メカニズムが組み込まれた。2009年までアンフッシシーの資金メカニズムには3つの基金が存在した。特別機構変動基金と後発開発途上国基金は地球環境ファシリティによって管理されている。適応基金は COP15 並びに COP16 の交渉の結果として設立され、独自の事務局によって管理されている。適応基金は、京都議定書が実施されていた当初、クリーン開発メカニズムに対する2%の付加金によって資金提供されていた。2009年にコッペンハーゲンで開催された第15回アンフシシシー、定約国会議において、コッペンハーゲン合意は、 気候変動の緩和と適応を支援するために年間1000億ドルを開発途上国に送るという目標にコミットするために合意された。そのため新しい基金が作成された。国際適応ファイナンスの鍵となり定義されるべき姿とは追加性の概念の前提についてである。これは適応資金と他の水準での開発援助との関連を反映している。 多くの発展途上国は、貧困、栄養失調、食料不安、飲料水の利用可能性、負債、非識事、失業、地域の資源紛争、技術開発の低下などの課題に対処するために、すでに開発途上国に国際援助を提供している。気候変動は、これらの既存の問題のいくつかを解決することで悪化、または進行を遅らせる恐れがあり、 新しい問題を生み出す。既存の援助がリーダイレクトされるのを避けるために、追加性とは適応の追加費用を指す。追加性の4つの主な定義は、以下の通りである。1、気候金融は援助として分類されているが、ODA の0.7%を目標に追加されている。2、気候変動の緩和に費やされた、前年の政府開発援助の増加。 3. 気候変動資金を含むが特定の割合に制限されている ODA レベルの上昇。4.ODA に関連しない気候資金の増加。追加性に対する批判は気候変動の将来のリスクを考慮しない通常のビジネスを奨励することになる。このため一部の支持者は気候変動適用を貧困削減プログラムに統合することを提案している。 2010年から2020年にかけて、デンマークは GDP の0.09%から GDP の0.12%に地球温暖化適応の援助を33%増加させたが、追加ではなく、その代わりに援助は他の外国の援助基金から差し引かれた。パリティコンは次のように書いている。気候援助は再貧相から受けている適応政策はグローバル。 国家、または地方の規模で発生する可能性があり、それらの結果はその地域の政治的意思に依存している。スケリが研ぐランブッシュは地域、人口統計及び効果によっていくつか異なる気候変動の影響を含む適応政策を設計する際に考慮すべき9つの基本原則を特定した。スケリが研ぐランブッシュは気候変動の政策は 気候変動の影響を取り巻く高度な変化と、それらが直面している問題の多様な性質によって円滑な実行が妨げられていると明言している。適応策により気候変動による悪影響を緩和することは可能であるが、それには非常にコストがかかり、すべての損害を防ぐことは困難である。IPCC は気候変動による多くの悪影響は、 平均的な状態の変化ではなく変動幅または極端な状態の変化にあると指摘している。例えば港の平均海面は校長中の水位ほど重要ではないかもしれない。ある地域の平均降雨量は頻繁かつ深刻な干ばつや極端な降雨イベントが発生するほど重要ではないかもしれない。さらに政策立案者は長期的な計画よりも 短期的な変更を実施する方がより多くの報酬を受け取るため効果的な適応型政策を実装することは困難である。気候変動の影響は通常は短期的には見られない。このことは政策立案者がこれらの潜在的な結果に基づいて行動するインセンティブが少ないことを意味する。さらにこれらの問題は地球規模で発生しているため国連は 京都議定書やパリ協定などの世界的な政策努力を主導している。さらに IPCC を通じて気候変動に適応し対処するためのグローバルな枠組みを作成している。ただし気候変動への適応と緩和政策の大部分は地域ごとに気候変動への適応が異なるという事実と国及び世界的な政策の制定がより困難な場合が多くある。このため よりローカルな規模で実施されている。ジェームズ・ティトスは、地球温暖化への応答を評価する際に、以下の項目を使用する必要があると示している。経済効率性、柔軟性、緊急性、低コスト、資本、制度的実現可能性、ユニークなまたは、クリティカル資源、安全衛生一貫性、及び、民間対公共部門。適用の時間スケールには、 変化を見越して発生する可能性、並びに、それらの変化への応答である可能性の二つがある。現在、実装されている多くの適応、いつは、現在の気候変動性に対応している。要出展、例えば、欧州アルプスにおいて、人工雪製造の使用が増加している。しかし、いくつかの適応策は、橋の下の船のクリアランスに対する将来の、 海面上昇の影響を考慮に入れるために、カナダの高架橋でのコンフェデレーション橋の建設など、将来の気候変動を予測している。短期的な気候変動に関連して多くの適応が行われるが、これは長期的な気候トレンドへの不適応を引き起こす可能性がある。例えば、エジプトの考えが西市内砂漠に拡大しているのは川の流れが速いために、 この地域の長期的な乾燥予測との関連で見ると、不適応である。あるスケールでの適応は、他の活動者の適応能力を低下させることにより、別のスケールで外部性を作り出すこともある。これはしばしば、適応の費用と便益の広範な評価が小規模で、検討され、適応が一部の行為者に利益をもたらす一方で、他の行為者に悪影響を与えることがわかる場合がある。 人々は常に気候の変化に適応しており、例えば、発種時期の変更や、新しい節水技術の採用など、いくつかのコミュニティ対処戦略が、すでに存在している。従来の知識と対処戦略を維持及び強化しなければ、環境に関する地域の知識が失われるため、適応能力が弱くなる可能性がある。これらの地域の持つ技術を強化し、それらに基づいて構築すると、 コミュニティの所有権とプロセスへの関与が増えるため適用戦略が採用される可能性が高くなる。しかし多くの場合従来に経験してきた範囲以外の新しい状態に適用するには不十分であり新しい技術が必要になる。気候変動の脆弱性とリスクが増加しているため現在実施されていた全身的適用は不十分であり。 これによりはるかに大きく費用のかかる変革適用が必要になる。現在の開発努力は地域ベースの気候変動適用にますます焦点を当てており、地域の知識、参加、及び適用戦略の所有権を強化しようとしている。都市、州、及び地方は土地利用計画、公衆衛生、及び災害管理においてかなりの責任を負うことが頻繁にある。 洪水、山火事、熱波、海面上昇など、気候変動によって激化する脅威に適応するための対策を取り始めた人々もいる。プロジェクトには、以下の内容が含まれる、より頻繁な降雨に対処するには、雨水システムの容量を増やし、ピーク時にオーバーフローが川を汚染することがないように、雨水を国水から分離する必要がある。一例は、 クアラルンプールのスマートトンネルである。イングリッシュネーチャーによると、庭市は最も脅威にさらされている種に生息地を提供することで気候変動の影響を緩和することができる。ニューヨーク市はハリケーンサンデゴに再建と復元のイニシアチブに関する包括的なレポートを作成した。その報告書には建物を洪水にさらさないようにするだけでなく、 嵐の最中及び後に発生する特定の問題の将来的に再発を減らすための措置を講じることが含まれる。例えば、法的な問題や輸送上の問題、洪水のある医療施設による影響を受けていない地域でも、数週間の燃料不足、保険料の増加、配電網に加えて電気と蒸気の生成への損傷、地下鉄と道路トンネルの洪水など、 適応能力とはシステムが気候変動に適応して潜在的な損害を緩和したり機械を活用したり結果に対処したりする能力である。機能として適応能力は適応自体とは異なる。変化に迅速に対応できる社会は高い適応能力を備えている。ただし適応能力が高いからといって適応がうまくいくとは限らない。例えば、 西ヨーロッパでの適応能力は一般的に高いと考えられており、家畜の疾病の範囲を広げる暖かい冬のリスクは十分に文書化されていますが、ヨーロッパの多くの部分は深刻なことに2007年の家畜によるブルータングウイルスの流行による影響を長く受けていた。緩和されていない気候変動は長期的には自然、管理、及び 人間のシステムの適応能力を超える可能性がある。適応能力を高めるための努力は気候変動に対する脆弱性の低下に役立つ。多くの場合、持続可能な開発を促進するための活動は気候変動に対する人々の適応能力を高める働きもする。これらの活動には次のものが含まれる。他の人々は特定の形態の性別の不平等に同時に、 取り組むべきだと提案している。例えば、女性は、意思決定に参加したり、教育レベルの低さに制約を受けることがある。海外開発研究所の研究者は、適応能力を高めるための開発介入は、地元の人々の仲介者を増やす結果にならない、傾向があることを発見しました。彼らは、仲介者が、適応能力の他のべての側面の中心的、要因であるため、 これは将来の介入計画においてより重要な役割を果たすべきだと主張している。資産保有と期間及び市場プロセスを通じてこれらのリソースを変換する能力は仲介者のコアである。気候変動が農業に与える重要な影響としては世界的な工具パターンの変化である。天水農業は世界の農業の80%を占めている。 世界の8億5200万人の貧しい人々の多くは食用作物を栽培するために降雨に依存している。アジアとアフリカの一部に住んでいる。気候変動は降雨量、蒸発量、流出量、土壌水分量を変化させる。長期にわたる干ばつは小規模で限界的な農場の失敗を引き起こし、結果として経済的、政治的、社会的混乱を引き起こす。 農業は水の入手可能性に強く影響される。総降水量、またはその変動パターンの変化はどちらも重要である。発生水分ストレスの間に開花、受粉、及び粒子充点は大半の作物にとって有害であり、特にトウモロコシ、大豆、及び小麦などがそうである。土壌からの蒸発が増加し、 植物自体の蒸散が促進されると水分ストレスが発生する。適応案は次の通りである。植林再植林は人為的な気候変動と持続不可能な土地利用に支えられた砂漠化を防ぐ方法の一つである。最も重要なプロジェクトの一つは南へのサハラ砂漠の拡大を停止するサハラ砂漠とサヘルの万里の頂上である。2018年までに その15%しか達成されていないが、すでに多くの以下のような性の効果を果たしている。ナイジェリアでは1200万エーカーを超える劣化した土地が回復した。セネガル全土に植えられた。そしてエチオピアでは3700万エーカーの土地が修復された。多くの地下水度により飲料水が満たされた。田舎町では追加の食料供給となり、木の整備の必要性が 村人の新しい仕事と収入の源となった。灌漑へのさらなる脂質温暖な気候では、灌漑用水の需要が高まると予測されており、すでに半乾燥地域の水資源の最大の消費者で、ある農業と都市及び工業生産者との競争が激化している。地下水位の低下と結果として水を汲み上げるのに必要なエネルギーの増加は、特に乾燥した条件で、 英館あたりより多くの水が必要とされる場合、考えの実践をより価値あるものにする。しかし、水資源を最も効率的に使用するには他の戦略が必要である。例えば、国際水管理研究所は気候変動を考慮してアジアの人口増加を支援する5つの戦略を提案しており、以下の通り、ロシアとアメリカの科学者は過去に雲に化学物質を発射し、 必要な時に必要な場所で雨を降らせようと試み、天気を制御しようとしたことがあった。開発中の新しい方法には、都市がより暗くて熱を吸収するため、都市が田舎よりわずかに暑い都市ヒートアイランド効果を再現することが含まれる。これにより、都市の風下から風上に比べて20から40マイルの雨が約28%増加する。 世界気象機関は大気科学委員会を通じて2007年に以下のように意見を述べた。健全な科学的基盤の達成に努めており、非常に多様な自然条件に適応する必要がある。氷河後の決壊洪水は氷河の交代により大きな懸念になる可能性がある。多くの湖はしばしば弱い末端のモレーンのダムによって貯水される。過去に、 これらのダムの突然の崩壊は局所的な財産の損傷、負傷及び死をもたらした。破裂の危険性がある氷河湖では、モレーンをコンクリートダムに置き換えることができる。IPCC は大気から c 用2を除去するための海洋石などの地球工学の選択肢はほとんど証明されていないと結論づけた。地球工学の信頼できる費用の見積もりは、 公表されていないと判断された。王立協会は地球工学に関する調査結果を発表した。この研究の著者らは地球工学を地球温暖化を緩和するための地球の気候システムへの意図的な大規模な介入と定義している。調査によると気候変動を緩和する最も安全で予測可能な方法は早い段階における GHG 排出量を削減するための措置である。ケン・コールデラやポール・クルッツェンなどの科学者は次のような手法を提案している。しばしば移住には移民候補者が選択した目的地の支援ネットワークや移動できる資金、または物理的資源などの社会資本及び金融資本にアクセスできることが必要である。移住は世帯が彼らの生活を脅かす 環境要因に直面した時に取る最後の適応反応であることが多く、他のメカニズムがうまくいかなかった時の主要な手段である。気候関連の移住に関するレトリックは複雑であり、様々な議論がある。ただし、広く受け入れられている移住イベントの結果には、複数の原因があり、環境は多くの要因の一つに過ぎない。政策以外では、人権団体、 専門家の人工統計学者、環境気候科学者がこの議論を支配している。多くの議論は予測に基づいているが、現在の移住データを使用する議論は比較的少ない。多くの移住イベントは突然の環境変化に起因する可能性があるが、ほとんどの移住イベントは長期的な環境変化の結果であり、突然の移住を引き起こさない。一部の学者はこれらの出来事は、 自然災害のような突然の環境変化に起因するとしている。何人かは気候変動というラベルをつけることを選択する。気候変動はより長期的な変化の始まりと人間への影響要素を反映している。この議論に交差するアプローチを展開し、問題を予測の観点から議論を組み立てることは研究を長期的にするので気候変動に焦点を当てることは有益である。 気候変動適用のツールとしての移住は今後10年間でより差し迫った問題になると予測されている。多くの場合、これらは人権問題と国家安全保障の観点から組み立てられている。移住イベントは政府、または政策決定機関が環境変化を抑制、または効果的に管理できなかった失敗として扱われている。 例えば、カリブ海の極端な干ばつは、水の不足のために人々の移動を促進させる。これは、地方政府が構造的かつ独立した資源を提供できなかったためと見られている。多くの学者は、これらの適用の失敗として、関心を持ってこの地域を研究している。国連難民高等弁務官は、避難民を支援する最高権威の一つとして見られてきた。具体的には、 アフリカでは移民ソーシャルネットワークがソーシャルキャピタルを構築し出身コミュニティの社会的回復力を高め知識、技術、送金、その他の資源の移転によって地域全体でイノベーションを引き起こすのに役立つ。ベラは気候ストレスへの取り組みにおけるコミュニティの柔軟性、多様性、創造性を高めホームとホストコミュニティをつなぐ共同開発の新しい道を開く。 可能性がある。アフリカでは適応戦略に関しては、モザンビークとジンバブエは特に明確な例であり、人口と移民の災害への暴露を減らした移転政策を実施している。どのような場合であっても長期的に回復力を構築することが重要である。そのためには災害後の強制移動を制限するツールを導入する必要がある。一時的であっても、移動プの 雇用プログラムを促進する、もしくは彼らの安全を確保するための資金計画を確立する必要があり、それはリスク地域の人口の脆弱性を最小限に抑えるためである。これにより環境変異に起因する移動を制限し、性の波及効果を移民から出身国、地域へとよりよく導くことができる。失敗した移民の数字はほとんどのアフリカ諸国で、 極端な質性を示している。失敗に関連する原因は多くの場合、社会的及び個人的な性質に起因しますが、ホスト国の社会的孤立にも関連する可能性がある。移行の失敗の原因の議論にはある程度の進展がありましたが、未解決の問題はまだ多くある。社会的水準の低さ、生活計画の変更、失業、さらには 環境ストレスなどの要因はアフリカの移民のほとんどが困難な社会経済的及び生態学的条件に住んでいることを我々が知るときに見落とすリスクの増加に関連している。保険は洪水やその他の極端な気象現象の経済的影響を広げる。リスクの原因を排除するために積極的なアプローチを取ることが望ましい場合があるが、事後的損害賠償は 最後の手段として使用できる。再保険へのアクセスは都市の回復力を高める一形態かもしれない。魔保険市場で失敗がある場合、公的部門は保険料を補助することができる。ある研究では政策的検討のための重要な公平性の問題を特定した米国の国家洪水保険プログラムなどの政府が助成する保険は危険な地域で不動産を開発するための 逆インセンティブを提供することで批判されており、それによって全体的なリスクが増大する。また、例えば保険は財産レベルの保護と回復力を通じて適応を高めるための他の努力を損なう可能性があることも示唆されている。この活動の影響は現在、または将来の気候リスクが認識される新しい建設を制限し、 潜在的な損害を軽減するための回復力のある建築基準の採用を奨励する適切な土地利用政策で打ち消される可能性がある。ありがとうございます。